体重では9キロ上回っているのが矢野忠和選手。この2人クレベルという最強の男、覚悟を持って、やっつけに行きます。まずは忠和選手お願いします。忠和選手、118.35 クリアです。クリアしました。渋沢翔馬選手。渋沢選手、109.30 クリアです。クリアしました。そのままポーズをお願いします。第2試合には今度はヘビー級の一戦が組まれました。身長差若干渋沢翔馬選手が上回りますが、体重では9キロ上回っているのが矢野忠和選手。この2人試合で勝った、パターン、まあ、勝ちパターンといたしましてはいずれも決着をつけているという。ありがとうございました。 Thank you。 ではまず金原正則選手から体重計に乗ってください。金原選手、65.65 クリアです。クリアしました。クレベル選手、65.85 クリアです。クリアしました。前王者クレベル小池選手です。さあフェイスオフ、クインテッドの頃からお互いに交流があるという両者、共に練習もした中でもあります。ではまず金原選手から明日の試合に向けて意気込みをお願いします。はい、明日クレベルという最強の男、覚悟を持って、やっつけに行きます。皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございます。ではクレベル小池選手お願いします。はい、皆さん明日で、まあ、私たち金原さんの試合で絶対いいの試合で、みんなもうペーパービュー買っててください。応援してお願いします。はい、みんな今日は明日でよろしくお願いします。ありがとうございました。